食べちゃったわ。せっかく楽しみにしてたのに。ごめんなさい。お腹減ってたから。これじゃ、やる気が出ないぜ。まあまあ、そう言わずに今日も頑張りましょうよ。そんな風に顔色を伺っても、警告みたいになるだけだぞ。そういえば、警告はいつも警告の顔色を伺ってるわね。ああ、最近も、顔色を伺いすぎて瞑想中なんだぜ。それは気になるわね。じゃあ今回は、顔色を伺い続ける警告のニュースをほじくっていくか。いいわね。ふう。じゃあ、取っておいたケーキでも食べながら説明していくぜ。あ、それも食べちゃったのよ。ガーン。気を取り直して、警告のムン政権について説明していくぜ。お願いね。ムン政権といえばことあるごとに米系同盟の重要性を訴えてきたが、その実、四国と北朝鮮の顔色ばかり伺っているんだぜ。ほんと、四国と北朝鮮とズブズブよね。ああ、5月にヘインズ米国家情報長官との席でも、安保同盟を超える普遍的価値同盟と褒めたたえたんだぜ。まあ、しらじらしい。だが、その本心は、西側5カ国の情報共同体である5、アイズへの参加問題と関連するなのかの国会外交統一委員会での議論にてあらわになったんだぜ。どんな議論だったの？この日、外交部への質疑に参加した共に民主党のキム、ヨンジュ議員は、5、アイズ加入への検討はしたのかと尋ねたんだ。ふむふむ。5、アイズは米国を中心として英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが参加する情報共同体に参加すれば、警告は極めて優秀な情報資産を得られるわけだからな。それは参加しない手はないわね。ああ、そもそも、最近になってバイデン政権に対して、ケイクニや日本、インドやドイツなどを参加させる。価値があるかを研究して報告するように米議会が求めたのもあるんだ。そうだったのね。それに、エシュロンと呼ばれる世界最大の通信傍受プログラムも備えているため、非常に安定した機密情報をゲットすることができるんだ。もはやパクリアの警告には、絶対参加したいとこじゃない。ああ。だが、外交官のチェ、順言第一次官は、今までも検討したことはないとバッサリ切り捨てたんだぜ。参加しませんから、残念って感じね。随分古い芸人出してきたな。それに対してキム議員は、これは C 国を牽制するために作られたもので、C 国とも健全な関係を持っていかなければいけないと主張したんだぜ。アメリカとも C 国とも仲良くしたいなんて、都合がいいのよ。ほんとだな。これは事実上の、加入しないという宣言でもあったわけだ。莫大な利益が得られるのに参加しないなんておバカさんね。ああ、クアッドの時も C 国のために不参加を貫いたしな。もはや、コウモリ外交というよりアメリカにつかないことを決めたかのようね。これに対し、日本の対応は明確に異なっているんだ。日本は数年前から6番目の目になると宣言していて、猛烈なロビー活動を繰り広げてきたんだぜ。6番目の目ってかっこいいわね。ああ、昨年8月に英国政府が日本の加入をバックアップしていると報道されると、翌日には当時の河野太郎防衛相が参加の意向を示しているんだ。もしかしたら、日本を含んだ6、アイズが完成するのかしら？遠からずあり得ることだぜ。5、アイズ1でもいいからぜひ誕生してほしいな。本当ね。そもそも、ゴツの目という表現は、冷戦初期である1946年に敏感な軍事、安保情報を共有することに決定した。米国と英国による優空差協定が土台となっているんだ。そんな前から構想があったのね。ああ。1955年には、同じアングロサクソン系であるカナダ、オーストラリア、ニュージーランドが参加、ついに5、アイズが完成した形だ。5、アイズ爆誕ね。米国は同盟国である非系と、他の NATO 加盟国よりも、5、アイズ加盟国の方を優遇するんだ。つまり、5、アイズに加盟するということは、米国の最側近になるという意味でもあるわけだ。これは加入必須ね。普通はそう考えるんだよな。だが、ムン政権はその機会を逃し続けているんだ。いつも C 国の顔色を伺って、機会消失してるわよね。実におバカな話だぜ。クアッド不参加、米系合同演習縮小など、機会消失の数はたくさんあったわけだ。先月末には、イギリスのクイーン、エリザベスが、不参考に入港できずに帰っちゃったのも、C 国の圧力だったと言われてるわよね。ああ、お粗末なニュースだったぜ。日本はどうなの？日本は全く正反対で、クイーン、エリザベスの空母船団と共に、沖縄県南側で自衛隊米海軍も参加しての F-35D 戦闘機離着陸訓練を行ったんだ。さすがは、日本ね。ああ、機会を逃さない日本の外交は評価できるな。それに、C 国を見据えた英国海軍と日本の初めての、海上訓練だったものね。そうだな。
ムン政権は、どう巻き返す気かしら？難しいよな。日本と違って C 国の顔色を伺いながら外交するなら、いずれはアメリカの堪忍袋の尾が切れてもおかしくないんだぜ。そうよね。米 C 間の対立が激化すればするほど、K 国への圧力は強まるものね。ああ、C 国の経済的ウェイトを考えれば、慎重にならざるを得ないのはわかるが、失うものよりも得るものの方が多いなら、考え直すべきかもしれないな。北京のことについても、C 国は何も肯定的な意見を K 国に提示してないしね。そういうことだ。これらのニュースについて、様々な意見が来てるぞ。紹介してよ。ああ、力のある者が旗色をはっきりさせない態度は、反目し合う両陣営から良い条件を引き出せるかもしれない。しかし、力のない者がそれをすると、両陣営から信用を失う結果になる。任目にも同じ気がする。とっくに西側民主主義国家陣営として見なされていませんから、もう何も気にしなくていいですよ。在京米軍も間もなく撤退するでしょうし、その際は警告を更地にして出ていくと思いますよ。もっとも更地になったら、北と違って地下資源もないし、価値もないですけどねという意見があるぜ。やっぱりどこかに陣営を立てなきゃダメね。ああ、国も人も、信頼関係あってこその同盟だからな。形だけじゃダメなのよ。このままでは警告にいる米軍も、出て行ってしまいそうだな。愛想をつかされる前に、C 国にもっとすり寄った方がいいんじゃない？他にも、参加国が増えるほど、情報漏洩に気を使わなければいけないので参加国を増やすことには慎重になると思います。特に、警告は怪しいので、反対する国もあると思いますなどといった意見があるな。やっぱり、警告は5、合図には入れないわね。入ってもらってもみんなの足を引っ張るだけだからな。C 国と、一緒に国家再建でもしてればいいわね。それでは、警告とアメリカの同盟について詳しく説明していくぜ。米系同盟のことね。ああ、米系同盟をより強固に堅持していくことが求められているが、政治の上ではその真逆のことをやっているようなんだぜ。そもそも、米系同盟って、アメリカにメリットあるの？実は、アメリカにとってはメリットと一緒にデメリットもついていくのが現実なんだぜ。K 国がお荷物になるものね。ああ、アメリカにとっては選択の余地がある同盟だが、警告にとっては切られたら最後、国としての発展がストップしてしまう同盟なんだぜ。米系同盟のおかげで、警告は急速な経済発展と民主主義を達成できたのよね。そういうことだ。つまり、警告はいくら費用がかさもうが、この同盟を死守しなければいけないというわけだな。難しそうだけどね。THAAD のような警告配備に見られる、米系同盟に対して C 国は強烈な反発心を抱いてきたんだ。そして、必要とあれば報復措置を取る可能性だってあるわけだ。そんなことになったら大変なのよ。しかし、警告が裏で C 国の脅迫に屈服したり妥協案を出せば、C 国との健全な関係が維持できなくなるし、逆にアメリカとの信頼関係も揺らぐこととなるんだ。もはや、踏んだり蹴ったりね。ああ。何の費用も払わずに健全な関係や同盟を手に入れることはできないというわけだな。バイデン政権では、信頼のない国は切られちゃうものね。バイデン政権は、二国間同盟と北大西洋条約機構などを、日米合印四カ国によるクアッドなどの、戦略的資産を総動員する形で、大西連合戦線を繰り広げているんだ。そこに K 国も入った方がいいの？どうだろうな。K 国の国力と地政学的状況を鑑みると、K 国が朝鮮半島を越えて C 国に対抗する共同戦線に日本のように積極的に参加することは難しいだろうな。やっぱりね。それよりは、クアッド参加の可能性を遮断しないで、北東アジアの状況展開の推移を見ながら戦略的資産として活用していく方が賢明なんだぜ。まあ、はったりでも、一定の効果はあるしね。ああ。それと同時に C 国が北朝鮮の貢献国として、京半島情勢に多大な影響力を及ぼすことを考慮して、継続的に C 国との友好関係を深めて関係を維持していく努力も必要になるだろう。やらなきゃいけないことが山積みね。そして、米国が経済、産業分野において友好国と協力して C 国に対抗している状況も、有効活用しなければいけないんだ。先端戦略技術競争が、米 C 対決の最終着地地点だものね。そうだぜ。この分野でアメリカが C 国に押されるようなことがあれば、民間産業での優位性を保てなくなるからな。優位性を維持できないと、C 国がさらにつけ上がるしね。それに、米国、ドイツ、日本などの同盟国に対して、C 国のファーウェイ 5G 設備を導入しないように強い圧力をかけてきたことからも、アメリカの C 国に対する対抗心は強いことが伺えるしな。
アメリカは、本当に C 国嫌いよね。嫌われるようなことするからだぜ。最近ではアメリカが、米国の半導体企業を国内に誘致しようとしたことからも、米 C の対立関係は明らかだしな。それなら、アメリカと仲良くしたいなら K 国がこれから C 国との関係の中で、経済的な制約を受ける可能性は高いわね。だが、それを補ってあまりあるほどの恩恵があるのも事実だ。K 国はなかなか最大の貿易相手を無下には扱えないんじゃないの？そうだな。半導体や AI などの先端分野や、建築、製造などの分野でも西側からの恩恵を受けているのに、なかなか C 国との手を切れないでいるのも事実だがな。やっぱり、戦争はいけないけど、それ以外の分野では C 国とも仲良くして良い外交環境を維持していかなければいけないのね。ああ、それが当面の、K 国政府の目標であり課題なわけだ。それに、日 C の間に立って、戦争などに発展しないように仲を取り持つことも大事よね。それこそ、直接的に関係していない同盟国や他国だからこそできる手助けだからな。K 国は未来的思考の貿易を続けていかなければいけないわね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録、高評価お願いしますね。それでは皆さんまた。